はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、春99です。今回はですね、Vlog ということで、2019年7月28日ですね、フレンズさんに訪問というね、こういう Vlog をお届けしようと思います。フレンズさんといえばですね、北海道はですね、札幌にあるですね、ボードゲームのですね、プレイスペースということなんですけどもですね、まあ、北海道のね、行った際にですね、少しお邪魔してきました。で、フレンズさんの方がですね、まあ、どこにありますかというと、まあ、地図でね、こういうところにありまして、まあ、札幌からちょっとあるかなという感じの距離のところにありますね。実際のところは私の方は、まあ、大通公園のあたりでね、いろんなイベントをしていたので、まあ、そこの方がお邪魔していったという感じですね。で、オープニングの方でお届けしたムービーの方では、すぐ近くのですね、札幌島というのがあるんですけども、札幌島の方から、まあ、移動した経路がこんな感じでしたよということで、ね、ちょっとね、ガタガタしたね、ムービーになっちゃったんですけども、いうのをご紹介いたしました。で、これがですね、このフレンズさんなんですけども、なかなかですね、まあ、もちろんね、プレイスペースなんで、いろんな方がプレイされておったわけなんですけども、かなりですね、ラインナップもですね、すごいことになってまして、こちらがですね、入り口を入ってすぐのところですね、まあ、店長さんがね、いらした後ろの方を撮らせてもらったんですけども、ここにですね、ラムとかですね、まあ、エバーグリーンとかですね、まあ、ルイ14世とかね、置かれてあって、まあ、かなりのラインナップが、まあ、そもそも飾ってあるなという感じだったんですよね。で、まあ、すぐですね、まあ、隣のところで、まあ、販売するコーナーのところと、まあ、もちろんプレイできるプレイスペースっていうのは、まあ、両方あるわけなんですけども、こちらが販売コーナーの一角なんですけども、まあ、これに見ていただけたら、ね、分かる方は分かると思うんですけども、まあ、一番最初正面のところに、ね、カリマラが置いてあるんですよね、これ左上のところに。カリマラの横のところに、まあ、アグリコラのリバースとかサンドキャストとかあるんですけど、カリマラなかろうにとね、まあ、思ったりするわけなんですね。で、左の下段の下の方に見てみたら、あれトロワが普通に売ってるし、とか思うわけですよね。で、他のところにこう、スル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 っと目を見せてみたら、あれケイラスが売ってるしとか思ってて、これはまたすごいラインナップだなという感じのお店だったんですね。これだから販売宅なんですけども、こういう販売宅がこの宅と、もう一宅ですね。2択ほどありまして、こちらの方もあれドームタウンとか売ってるしとか、ワレスのシップスとか売ってるしとか、おいおいっていうねラインナップだったり、私ちょっと今回ね、気になったのは下の方にありますですね、ビトレルアートハウスオンザヒルですね、裏切り者する岡本上の館ですけども、あれの一番最初の初版のやつってプレイヤーキャラクターのですね、このステータスアラースシートがかなりしょぼいんですけども、そちらの方のですね、いわゆる後から出たんだと思いますけどね、追加用のキットを売ってやって、これ国内でこんなとこ売ってるんだっていうね感じがして、いやあれってねかなり国内ないはずなんですけども、こんな普通なっていうか普通でもないんですけども、プレイスペースさんに置いてるんだってちょっとびっくりしながら見ていましたね。で、もう一つある方の方の、こちらの方も販売のコーナーですけど、まあ D&D 系のやつもがっちりあるし、まあコペーハンゲンとかですね、ビアネビュラー、呼吸とかですね、もう最近のやつががっちり押さえてあると。まあざっくりですね、ブルクソウルの拡張とかもありましたけども、まあ、こんな感じにあって、かなり販売のやつは、まあ一般的なやつからですね、ちょっとマニアックなやつまで一通り押さえてあるっていう感じのお店になっていましたね。あと面白いなと感じたのは、フレンズさんのところはですね、まあ、プレイスペースのコーナー自体が、まあ、テーブルですね、かなり大きいテーブルなんですけど、大きいテーブルが2つ、あれはかなり6人座っても十分いけたと思いますけども、大きいテーブルは確か奥に2つで、まあ、一般的なテーブルのところが3つの5つぐらいのテーブルコーナーがあって、そのうちの1つでやったんですけども、これ、ね、2階建てになってまして、2階建てっていう感じじゃないんですけど、ちょっとブレてて申し訳ないんですけど、こんな風になってて、この左上のバッグを置いてる絨毯のところの、この上にちょっと上がったところでプレイしてるんですけども、なんでかっていうと、この下にはゲームがいっぱい入ってるんですよね。プレイスペースのゲームがですね、まあ、プレイできるゲームがぎっしり入った上に板が引かれていて、まあ、そこでプレイしてるっていうね、なかなかですね、変わった空間になってました。ちなみにここね、土金になっているので、ここの下、絨毯っぽくなってるんですけども、後から来られた方は、こちらの絨毯の方でもですね、さらに床の上で直接プレイされてると。いう感じになっておりました。私ね、平日の方にね、お伺いしたんですけども、まあ、テラフォーミングマーズが複数宅立っていたりですね、グルムヘイブンが平日の方で立っていたりですね、まあ、かなりですね、いわゆる濃い重たいゲームが平日からガンガン回ってるっていう感じのお店でしたね。なので、まあ、札幌行った際にですね、まあ、プレイするですね、まあ、プレイスペースで行くのももちろんですけども、プレイスペースは土日はかなりいっぱいみたいなので、まあ、予約されてから行った方がいいですよとか、平日でも金曜とかはかなり、混んでらっしゃるので、まあ、お電話あるいはツイッター等で連絡してから行った方がいいですよっていうのをご視聴された方に教えていただいたりしましたし、まあ、そうでなくてもこちらの関東でもなかなかない、
ラインナップ、まあ、関東だと初戦グランデとかありますけど、初戦グランデねかなりハイプライスなので、まあ、そうではなくて、この値段で普通に売ってるんですかっていう感じの、まあ、役割役なし両方ともあったとお聞きしましたけども、ラインナップが並んでいるので、まあ、札幌行った際は一つをこう立ち寄ってもいいお店なんじゃないか、特に私のようなね、まあ、マニアック系のですねフリークから見てもかなりいい、プレイスペースのコーナーも相当色揃っていましたので、一回立ち寄ってみるのもいいんじゃないかなと思いましたね。価格帯の方はですね、2019年の7月現在はですね、3時間まで500円、3時間を超えたらですね1日ですね1000円固定というふうになってましたので、非常にプレイしやすい価格帯じゃないかななんていうふうに思いますね。はい、というわけで今回ですね、札幌のですねプレイスペースフレンズさんをね行ってきましたという Vlog でございました。いやー、非常にねプレイのね、しやすい空間で快適にプレイさせていただきまして、店長さんともねいろいろお話しさせていただきましたけども、非常にたくさんのラインナップがありまして、プレイされてるね方も皆さんも、まあ、平日からかなりねいろんなゲームをねやられていて、軽いゲームというよりはこちらの方はヘビーゲームをお好きな方がたくさんいらっしゃるのかなという感じだったので、そちらの方面がね私もね随分楽しくねプレイさせていただきましたし、いろんなものを見せていただきましたけども、面白かったかなという感じがしますので、行かれてみた時にですね一つ覗いてみてはいかがでございましょうか。はい、というわけで今回はね Vlog ということで札幌のフレンズさんを訪問してみましたということをお届けいたしました。ザ・ゲームチャンネルのある99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。